レ350系貨車は、1917年から1923年にかけて、有害者からの改造で製作された、日本国有鉄道の前身である、鉄道省の冷蔵車である。大正時代に入ると、貨車の大型化が進行し、15トン石油会社のワム23000型などが登場した。一方で従来からの小型の貨車の増トン改造工事も進められ、 さらに家畜車、通風車などの特殊貨車については、在来形式の貨車からの改造で賄うことになった。この一環として冷蔵車についても旧型の有害車からの改造が行われることになった。改造の種車とされたのは、山陽鉄道から引き継がれた和7543、形式8トンから9トン積有害車で、合計239両が改造された。改造は、 大宮工場、四日市工場、高取工場の3カ所で行われた。山陽鉄道の有害者は屋根が三角形になっているのが特徴で、同時期に同じく元山陽鉄道の有害者から改造された通風シャツは22,550型と共にその特徴を引き継いで三角屋根となった。一方で、有害者のまま残された車両はその後の贈屯工事で、 三角屋根を丸屋根に改造したため、三角屋根の特徴が昭和になるまで残されたのはこれらの改造者だけとなった。改造時点の形式は、レソ25,280型で、レソ25,280レソ25,518の番号が与えられている。 全長 6309mm、全幅 2438mm、全高 3566mm、過重7トンで、冷却方式は妻半氷装式、断熱材はフェルトに加えて、初めてコルクが用いられている。量数的にまとまっていたこともあり、対象中期における代表的冷蔵車として活躍した。 その後12トン石の冷蔵車の登場などにより次第に、トータが進められた。1928年の称号を規定改正ではレ350型となり、残存していた228両がレ350レ577となった。しかし、1931年に老朽化車の整理が行われて、山陽鉄道からの引き継ぎ化車をベースとする本形式は、 車齢が高いこともあってその対象となり、残存車両219両が一斉に廃車されて形式消滅となった。これは日本の冷蔵車で最初の形式消滅である。ありがとうございます。